雨や雪の情報をお伝えしていきます。まずはいただいているリポートを見ていきましょう。こちら東京都多摩市の方からです。雪が降ってきましたというリポートとなっております。多摩のあたりではだいぶ雪の報告も多くなってきているわけなんですけれども、いただいている天気の報告でも確認しましょう。さあこちら見ていきますと、まだですね青色の雨のところもありますが、中には多摩など山沿いなどではですね白い雪の報告であったり、薄い紫色のみぞれの報告なども届き始めているような状況です。気温によっては雪寄りになるところもありそうですね。では気温も見ていきましょう。このように黄色の0度から5度以下というところも多くなっております。東京は 3.8 度なんですけれども、この後は気温も下がっていくでしょうか。昨日の同じ時間と比べてもですねかなり気温が下がってきております。この後は2度くらいまで気温が低下していきそうですので、もしかするとみぞれになるタイミングもあるかもしれません。ただ市街地での積雪の心配はなさそうです。関東の雨、雪、そして気温について見ていきました。この後はですね予報センターの宇野沢さんにこの雪やみぞれの状況について解説していただきたいと思います。宇野沢さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。変化を追跡していくと、この1時間でかなりこうみぞれ、雪のエリアが増えてきたことが分かりましたけれども、この後まだまだエリア広がっていくんでしょうか。その可能性はあるかなという感じがしますね、でちょっと現在状況見ていきましょうか、でこちら10時10分、40分ですね、午後2時40分までの1時間に皆さんからいただいている天気のリポートですが、こちら見ていただくと雪のエリアというところからするとだいぶ広がっています。西の方はね当然長野の方からこう来ているわけですが、横浜付近からずっと茨城、水戸付近から北茨城にかけてというところで、ちょっとこの辺りが雪のエリアかなといった感じがしますね、で、かなりこう微妙なんですよ。雪、みぞれ、雨というのが少しこう行ったり来たりすることもあるので、ぜひですね皆さんこちらの方今何が降っているのか、リポートで送っていただきたいなと思いますね。特にこの関東の方の雪というのは結構本当に微妙なところなんですね。0. 何度ぐらいの気温の差で雪になったり雨になったりするところがあるので、そのあたり送っていただければなと思います。ではですね実際どのぐらいの気温でね、雪になっているのかというところもちょっと見ておきたいなと思うんですが、こちらですねこちら見ていただくと、こちらウェザーニューズの独自センサーの方で見たものなんですが、だいたい4度ぐらい、で4度ぐらいというところで雨雪が変化するといった状況になっているので、この後では東京都心部ではどうなるのかというところなんですけど、かなり微妙でした。で実際にこちらの方でもセンサーのデータを見てみたいと思うんですが、こちら見ていただくとこれはですねこういろいろ名前がついているんですが、まさに日本橋ですよね、日本橋にあるセンサーのデータで見るとその一番低いところがこの4度なんですよ。で4度ぐらいがちょうど境目だってお話先ほどしまして、今どん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 下がってます、下がっていってこの後ねこの4度のところ微妙に下がるのか、それともこのまま横ばいになるのか、それによってだいぶ変わってくるかなというところもあるんですけども、この辺りの降水量の変化というところがだいぶ重要なので、ぜひですね皆さんからリポートいただきたいなと思います。で、こちらですが、やはりこう上空のデータを見ている限りではちょうどこの辺りのところで、3000フィートだいたい900メーターぐらいのところですが、この辺りにこう逆転層と呼ばれるものがあって、そのより低いところに冷たい空気が溜まりやすい状況には現在になっているという形になっています。で、レーダーの方を重ねてみるとところどころですねやや強い部分があるんですね、この辺りとか若干強い部分があるんですけども、雨であっても強く降ってくると上空の冷たい空気をこう地上の方に引きずり下ろす感じになるんですね。あとは強く雨が降るとそれが蒸発するときに周りの熱を奪うので、それに伴って気温がぐっと下がってくる、そうするとね、雨だったものが雪に変わる、もしくは雨だったものが雪に変わるというよりは、それまでは地上に着くまでに溶けていたんだけども、溶けずにそのまま地上に到達するので雪になってくるという形になりそうなので、ちょっとこの辺りはですね本当に微妙な線なので、ぜひ皆さんの力を貸していただいて、現在の状況を正確に把握したいなと思いますから、よろしくお願いします。さあそして市街地で積雪の可能性というのはあるのでしょうか。おそらく例えば芝生にうっすら、というレベルであればあるかなと思うんですよね、でただこの後だんだんといったところ降って
現在少し強めに降っているところが雪だと思うんですけど、うん、はい、これが弱まってくるとまた雨に変わったりするんですよ、うん、そうすると溶けるのでね、うんうん、でそれが一旦こううっすら積もってずっとそれが残るかというと、まあ、そこまではいかないかなと思ってますけどね、うん、はい、あの多摩や多摩市の方では屋根の上にもう積もっているような足の塗ってましたね、はい、真っ白のところもあったわけなのですが、うん、もし運転されるという場合には冬タイヤなどを装着した方がいいんでしょうか、うん、おそらく道路上に関して言うと、うん、雨でスタートしていたので、うん、そのままどんどん積もる感じではないかなと思うんですけども、うんうん、ただこの後ね、はい、夜間帯になると気温下がってくると、うん、そのまま凍るんでね、うんうんうん、できれば遅い時間の運転は避けた方がいいかなと思いますね、うん、路面凍結には注意が必要となりそうです、はい、ここまでは雨や雪に関する情報を宇野澤さんに解説していただきました。ありがとうございます、はい。